違うよ。パリピピチャンネル。パリピピパリピピ。ヘイパリピピパリピピパリピピ。ウィートヨティパリピピ。全員混ぜていくスタイル。うちのマネージャーも混ぜていく。今日ですね、なんと、もう夏なので、もう紫外線が、気持ち悪い。もう辛い、もうオゾン層が薄い、はい、ということで、本日は UV 日焼け対策の動画です。正直去年は私は東京の紫外線を舐めていた、結構泣いた紫外線関係でということで、今年はちょっとね紫外線日焼け対策気合入っちゃってるんで紹介していきたいと思います。せーの、パリピピ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 ギャル、パリピピパリピピパリピピ、これ入るぞ。それでは始めます。オーソドクスに、じゃあ普通に日焼け止めから紹介していきたいと思います。アネッサパーフェクト UV スキンケアミルクミニ、金ミルク、金のミルクタイプが新しくなったんですよね。でスキンケア成分が 50% 入ってるからお肌にもすごくいいんですよ。あと石鹸で落とせる、だけどこれあと白くならない、あとはウォータープルーフだから、そのレジャー海とかでも使えます。日焼け止めで肌荒れちゃったりとかする人も結構多いから、その SPF が高ければ高いほど強いから割と荒れやすくなっちゃうって人が多いと思うんですけど、美肌も譲れないって人には本当にこれはダントツおすすめです。日焼け止めはどうやって塗るんですか？こうやってガシガシすり込むと、その毛穴が開いちゃったりとか肌が荒れちゃったり、顔とか特にそうなんですよ。だからこうやってくるくる円を描くように優しく撫でる感じ、ギュッてやんなくても大丈夫だから優しくこうやって撫でる感じで塗ります。そうするとお肌も荒れない、日焼け対策もできる、一石二鳥、バッチリバッチリ。そして腕とか足とかに塗ってるものはビオレサラサラ UV パーフェクトミルク、顔にも使えるんですけど、私は体用として使ってます。で SPF が50プラスの PA プラス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 で、汗とか水に強いから外と部活やってる人とか走ってる人にもおすすめできる。でこれは化粧下地にも使います。はい先生、ちなみに日焼け止めはどれぐらい塗り直すんですか？外に出るときは塗るようにしてます。そうで、日焼け止めは外出の30分前に塗るのがいいらしくて、その塗った直後だと効能は発揮されないんですよ。外出までにしっかり肌になじませるために家を出る30分前に塗るようにしてます。で日焼け止めの順番、化粧水とか乳液って肌の調子を整えるためのものじゃないですか、はい、で化粧下地はその後に塗るファンデーションがムラにならないために塗るもの、うん、だからその間、化粧水と乳液の後で、化粧下地の直前、だから乳液の後ですねに使うようにしてます。次は、スプレータイプ、そのお外にいて時間がない時、サンカットウルトラ UV プロテクトスプレー、これが SPF50+ PA++++ です。一番なんか見落とされやすいのが髪の毛の日焼け。一回オーストラリアに行った時に、はい、そのホームステイしてたんですけど、紫外線が強すぎて髪の毛の頭皮がめっちゃボロボロ抜けてきて日焼けしちゃって髪が傷むんですよ、日焼けをすると。だから髪の毛も絶対 UV ケアをしなきゃいけなくって、で私はこれを使うようにしてますっていう感じで、その直しとあと髪に使ってます。これは絶対欠かせない持ち歩きアイテムですね。そんな感じよ。あとは日焼け止めの効果があるもの、まずねリップ、キールズのバタースティックリップトリートメント、私下地として使ってて、リップを塗る前の下地として使ってて、これが SPF25 です。その私リップクリームも日焼け止め入りのものを使ってます。あとは下地、マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース UV、これも SPF25 で PA++++。 朝ってあんまファンデーション私しないんですけど、ファンデーションしなくても結構カバー力もあってサラサラして伸びが良くって崩れにくいっていうので、私夏は絶対これを使ってます。ネクスト、 RMK プレストパウダー N、 おしろいですねこれ、さらっとつけるタイプの SPF14 の PA++。 中身はこんな感じになってるんです。これねすごいの、シャキーン、そこ見たかい、ここから出てきたの、すごい嘘好きのものなんですけど、結構ツヤ感が出て、ね、今思った、ツヤ感やばい、すごいツヤが出るパウダーなんですね。これら使ったらもうね大丈夫っしょ。で、あと今年新しく始めました、佐藤始めました、こちらです。飲む日焼け止め始めました、ヘリオホワイト。飲む日焼け止めですね。飲む日焼け止めとは何ぞやっていう話ですね。期待できる効果調べました。まずは一言で言うと、細胞が受ける紫外線ダメージを軽減する。そう、シミとかそばかすとかできるじゃん、あれ細胞壊されてるんだよ。あとはシワ、
あとは乾燥、バリア機能の低下、まあなんか光に対する老化と言われるものからガムまで紫外線による肌のダメージはめちゃくちゃあるんですよ。それを防いでくれるっていう効果が期待できるっていうものですね。他で検査をしているギャルさんからギャルさんの声を聞いてみましょう。焼けたい人だもんね、マジ。体はね、顔は焼けたくないの、女だから。そう、顔はね、使うの、日焼け止め。だから今すごい勉強になるなって思って聞いてた。あ、本当にリサラ行っても大体みんな顔にハンカチのせてんだからすごい本当だよ、これすごいな、それそれはすごい、それはすごい、意識が高い、うん、女性はね、ずっと肌は綺麗でいてほしい、うんうんうん、何の話してたまに日焼け止めは SPF とか PA とかじゃないんですよ、うん、SPF50 とか PA++ とかいうのがなくって、紫外線をカットすることが目的じゃなくって、紫外線で受けたダメージを軽減するっていうのが飲む日焼け止めの目的。あと私がもう一個いいこと教えてあげましょう。室内に入れなくても紫外線って入ってくるの。でもさ、室内だとさ、塗るとさ、もう結局さ、なんか嫌じゃん、うん、だからそういう時は飲む日焼け止めだけを飲んで、うんうんうん、いればもう外れます。へえー、あ、そうなんだ。めちゃくちゃいいんですよ。だけど、これ実は作用時間が割と短いんですよ。で、2時間から4時間で決まってるんで。じゃあ部活の前に飲もう。そうそうそう、狙って飲んだ方がいい。そんな感じかな。みんなで敵を防いで真っ白なライフを送りましょう。キララン。それではごきげんよう、じ。おはよう、じ。怒られるかな。また怒られる。あ、絶対の俺のことバカにしてるでしょ言われる。それではバイバーイ。